自己紹介をお願いします。はい、俺たちはスターキーズです。はじめまして。Nice to meet you. Sweet, sweet. じゃあ、グループの名前の由来を教えてください。Like, what are, like, what's the meaning behind y'all's name? Forever Stars, Forever Kids. Like, it's meaning behind the name? Yeah. Okay, the meaning behind Star Kids is Forever Stars and Forever Kids. Can you explain that in Japanese for us? ずっとスターでずっと子供のままみたいな意味です。そんな感じ。永遠に光る、永遠に光る、yeah. Yeah. いい感じ、いい感じ。 上。じゃあグループのメンバーとみんな仲がいいですか？いや、そうですね。最初はなんか友達みたいのから始まって、でそっから曲作るみたいな。もともとみんなインディビジュアルで曲やってたんですけど、あ、でも大阪行った時ちょっとあ、まあ、殴り合いみたいな喧嘩もあるけど、仲いいです。まあ、それも楽しいね。楽しかった、楽しかった。あ、そう、喧嘩は どんな理由が？これですね、これですね。このせいで、みんながなんかわからない喧嘩になった。え、ちょっとそれは何ですか？これは、命の。ジュース、ストロングゼロ。あ、そうなんだ。まあ、そんな感じでお酒入ってみたいな感じで、うん、こっから、もうなん結構覚えてない感じですね、理由もみたいな。次は流れで、そうだね、流れでなっちゃったね、みんな。もうそう、次は朝起きたら、ここに青いあざみたいな。はい、リヴァイ、黒い目、あげた、パーでもいいね、みんな仲良しで、うん、いい感じで、うん。